オカラはアメリカ合衆国フロリダ州マリオン郡の都市。2013年の推計人口は57,648人で、フロリダ州では45番目に人口の多い都市である。オカラ市はマリオン郡の郡長所在地であり、市を中心とするオカラ大都市圏の2013年の推計人口は337,362人である。オカラ周辺は、 ケンタッキー州歴ントン、イングランドのニューマーケット、フランスのシャンティなどと並び、世界でも有数のサラブレッドの産地である。考古学的な調査によって、紀元前6500年頃には多様な文化を持つ、先住民が2つの時期に分けて長らく暮らしていたことが明らかになった。そのうちの2つ目は、西暦500年頃まで続き、ティムクア族がこの地域に居住していた。 ティムクア族の主要な村や州長の支配していた地域であるオシールまたはアカリと呼ばれていた場所の近くにおからは位置していたと考えられている。現在の氏名は歴史のあるこの村の名前から取られており、ティムクア語で大きなハンモックという意味を表すと思われる。スペイン人の探検家エルナンド・デ・ソトが1539年に行った 現在のアメリカ合衆国南東部の遠征では、オシールの記録が残されている。その後は、スペインの記録では、オシールについて何も述べられていない。デソとの攻撃の影響で、村は放棄されたと考えられる。18世紀末から19世紀前半にかけ、クリーク族、セミノールや他のネイティブアメリカン、さらに解放あるいは逃走した、アフリカ系アメリカ人がフロリダへと逃れてきた。 スペインからイギリス、そして再び、スペインと諸外国による植民地支配が入れ替わり、最終的には1821年にアメリカがフロリダの領域を獲得した。フロリダ北部でセミノールとの交戦を開始して以降、アメリカ陸軍はセミノール支配地域との干渉として、現在のオカラ付近にキングドリレを建設した。セミノールはこの一帯を長期間支配しており、 そこに白人の開拓者が移ってきた。砦は第二次セミノール戦争中には重要な拠点となり、後の1844年にはマリオン軍で最初の裁判所が置かれた。現代のオカラ市は1849年に建設され、砦があった場所の周辺が開発された。オカラとその周辺を含めたグレーターオカラは太陽の王国として知られていた。 プランテーションなどの農業の発展は奴隷の労働力に頼っていたが、この地域では一般的なことであった。1894年から1895年に大寒波が襲うまでは、おからは柑橘類生産の重要な中心地であった。1881年6月、おからで鉄道輸送が利用できるようになり、生産地から市場へのアクセスが容易になったことで、 経済発展が促進された。2年後、1883年の感謝祭の日に、おからのダウンタウンのほとんどは火災によって消失した。市は木材よりもレンガ、電が加工岩、鉄材等での住宅の再建を奨励した。1888年までには、おからはザブリック式として全国的に知られるようになった。1890年12月、 後の人民党となる全国農民同盟、産業連合がおからで全国大会を行った。この大会で、後にオカラディマンズと呼ばれる綱領が採択された。綱領には、連邦銀行を廃止し、低金利の国債発行を奨励、銀貨の自由で無制限な鋳造鉄道の連邦政府による、規制、累進的な所得税の導入、 上院議員の直接選挙などの内容が含まれていた。オカラディマンズのうちのほとんどは人民党の綱領の一部となった。フロリダで最初のサラブレットの牧場は1943年、カール・ジーローズによって開かれた。彼はフロリダで最初のアスファルト舗装道路建設の監督のため、1916年にインディアナから移ってきた。道路事業に行き詰まった彼は、 フロリダで豊富にあった石灰岩の生産をその場しのぎで試みた。やがて彼は石灰は良質な牧草を養い、強靭な馬を育てられると気づいた。1943年、ローズは修道2 0号線に沿った土地を1エーカーあたり10ドルで購入し、ローズメール牧場を開いた。翌年、彼が飼育していたゴーナルがマイアミズトロピカルパークでのレースで勝利し、 フロリダ産まれの馬としては初めてフロリダでのレースで勝利した。ローズの後に続いて実業家のボニーヒースがサラブレッドの牧場を立ち上げ、フロリダで最初にケンタッキーダービーを制覇した馬を育てた。オカラ市内を走るハイウェイにはこれら二人の名前が付けられている。ボニーヒース牧場は現在ボニーヒース三世と彼の妻キムによって運営されている。 ローズメール牧場ははるか昔に売却され、その広い跡地は大規模小売店のパドックモールとカレッジオブセントラルフロリダに再開発された。1956年、岡田周辺のサラブレッド産業は、ニードルズがフロリダ産の馬として初めて、ケンタッキーダービーを制したことで活気づいた。1978年、マリオン群、生まれマリオン群育ちの競争馬アファームドがを、 勝ち取った。現在、マリオン郡には1200を超える牧場があり、世界のサラブレッド場の中心地となっている。1200のうち900ほどがサラブレッドを飼育しており、面積は7万7000ウェーカーを数える。オカラは、世界の馬の首都としてよく知られている。オカラは、世界で今年しかない、商工会議所のガイドラインに、世界の馬の首都という言葉を使うのが許可された年の、一つである。 市の歳入は馬に関連した産業が中心である。約4万4千人が馬の飼育、調教のほか馬に関連した様々な産業で生計を立てており、市の歳入のうち22億ドルを馬産業で稼いでいる。市のポストタイム牧場では全米で最も規模の大きなホースショーの一つであるホーセスインザさんが開催される。バババ術と障害馬術のイベントは 約2ヶ月続けられ、マリオン軍に毎年6から700万ドルの経済効果をもたらす。このホースショーは、テネシーウォーキングホース、パソフィノ、モーガンホース、サドルブレッド、ドラフトホース、アメリカンクォーターホースなど、100を超える品種別にそれぞれ部門が分かれている特徴である。この他にも、カウボーイシューティング、エンデュランス、バレルレース、 エクストリームカウボーイイベント、障害馬術のショー、トリックホースショー、パレード、ロデオのイベントなど、多種多様な馬のイベントが開催される。近隣には、シルバー川の源流で、自噴泉であるシルバースプリングスがある。19世紀に、この泉は、フロリダで、初の観光地となった。現在、この地域では、グラスボートに乗るツアーでよく知られている。シルバースプリングスは、 フロリダ州が所有しており、2013年にはシルバースプリングス州立公園に指定された。他には、オカラ国立森林公園、フロリダトレイルなどが、近隣の自然と触れ合える見どころである。自然以外の見どころでは、ワイルドウォーターズ・ウォーターパークなどがある。西部開拓時代をテーマにした、シックスガン・テリトリーは1984年に閉鎖された。 20世紀最後の数十年間で、グレーターオカラ地域はアメリカでも屈指の成長率を記録した。マリオン軍の人口は1975年に10万人以下だったのが、2000年には25万人以上に増加した。1984年に指定されたオカラ歴史的地域には、広範囲に多くの歴史ある家屋が保存されている。イーストフォート。 キングストリートには多くの優れたビクトリアン様式の建物がある。コカ・コーラ・ビンズメ工場、EC ・スミスケ、イーストホール、マリオンホテル、マウント・ザイオン・ AME 協会、リッツ・アパートメント、ユニオントレインの駅などの建造物はアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。キングドリレがあった場所は2004年にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。 おからは5人の評議員からなる評議委員会と市長によって統治されている。原則として無党派の選挙で評議員と市長が選出される。市の検証にはシティマネージャー制の形をとると記されている。市長に残された権利は議会を通過した法案を拒否する権利以外にほとんどない。シティマネージャーは行政と財政に関わる事柄のほとんどを扱う。 市で選挙人登録をしている住民では民主党がわずかに多いもののマリオン軍全体を見るとおからただ一つを除いて共和党の登録者が優勢である。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では共和党のジョン・マケイン候補がおから氏とマリオン軍で共に勝利し特にマリオン軍全体では圧倒的な勝利を収めたものの フロリダ州全体では民主党のバラク・オバマ候補に僅差で敗れた。シルバースプリングス州立公園をからは北緯29度11分16秒整形82度07分50秒北緯29.187704度整形82.130613度29.187704-82.130613に位置している。 アメリカ合衆国国政調査局によると、地域全面積は38.63平方マイルで、全域が陸地である。周辺の牧場はサラブレッドの生産で有名で、牧場にはケンタッキーブルーグラスに似た種類の草が生えている。オカラ近隣にある世界最大級の自噴泉であるシルバースプリングスも有名である。フロリダでも最も古くからの観光地の一つである。 全長約 180km のオクラワハ川は中央フロリダから北へ流れパラトカ市の近くでセント・ジョンズ川へ合流する。マリオン郡には1908年に指定されフロリダで2番目の広さを誇るオカラ国立森林公園がある。シルバースプリングス州立公園は州がシルバースプリングス遊園地の周辺を開発から守るために購入し1987年に シルバーリバー州立公園として定められた。おからには大きく分けて、寒気と雨季の二つの季節がある。寒気には太陽の光がほとんど途切れず、降雨は少ない。1月の朝の最低気温は30かし49度ほどまで冷え込むが、雲がなくよく晴れて乾燥した日は、かし70度近くまで最高気温は上昇する。雨季では午後の雷雨が日常茶飯事である。 雷雨は激しく降ることもあり、非公式ではあるが、おからは、面積あたりの落雷が世界で最も多い、都市とされている。雨季の朝の最低気温は70かし79度、日中の最高気温は90かし99度まで上昇する。大西洋やメキシコ湾からはどちらも、比較的離れているため、海洋性の温和な気候の影響を受けず、おからは夏には、 フロリダ州内での最高気温をしばしば記録し、冬は半島内の都市の中で最も寒くなる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。収入と家計をからには緊急車両の設計、生産を世界的に手掛けるエマージェンシーワン社の本社がある。市の包括的年間財務報告書によれば、市内の雇用ストップ10は以下の通りである。 オカラパンプキン、ランクラシックカーショーは、周回高速道路から、すぐの場所にあり400エーカーの広さを持つ、カストロ牧場で、毎年開催される。このイベントは、毎年1000台以上のクラシックカーや、カスタムカーが集まる、アメリカでも、有数のカーショーで、南東部一帯から、多くの見物人が集まる。このイベントが、毎年地域に与える影響が大きいので、 マリオン軍は10月をオカラパンプキンランの月として宣言した。オカラには、馬再発行数が多い。売り上げは全米トップ10以内で2000人の従業員を抱えていた住宅金融会社テイラー・ビーンウィテカーが以前本社を置いていた。しかし2011年に不正行為に関わる調査のため事業を停止した。オカラの公立学校は、 マリオン郡教育委員会によって運営されている。マリオン郡には小学校が30校、中学校が10校、公立高校が10校あり、そのうちオカラ市内にある学校を以下に示す。オカラには、フロリダ大学システムに加盟し、南部大学学校協会に認定されている、カレッジオブセントラルフロリダのキャンパスがある。この大学では経営学、組織経営管理学、幼児教育学、 看護学など75以上の専攻がある。また、馬に関する研究、アグリビジネス、平坦学などの特殊な教育課程も提供している。他にも、高等教育委員会によって、高等教育機関として認定された、ラスムスセンカレッジの24のキャンパスのうち一つがある。ウェブスター大学のオカラメトロポリタンキャンパスでは、経営学とカウンセリングの大学院教育課程が、 地域的に認められている。マリオン軍公立図書館システムが運営している8、館の図書館のうち、以下の3館が、岡田市内にある。1995年に岡田は、オールアメリカ式賞を受賞した。岡田は、以下の2都市と、姉妹都市を提携している。岡田市内には、週間高速道路75号線、国道27号線、国道301号線、 国道441号線等の主要なハイウェイが通っている。オカラにはかつてディ d シーハイウェイの西側区間が通っていた。オカラ国際空港は地域の一般航空サービスを担っている。オカラサントランはシノバス輸送サービスを提供している。サントランのターミナルの一つであるオカラユニオンステーションには2004年11月からアムトラックが運行している。アムトラックは ジャクソンビル、レイクランドを結ぶバス路線を運行している。また、オカラにはグレーハウンドの路線も通っている。ウェストポート高校では芸術に関連したマグネットプログラムである幕を実施しており、生徒の芸術教育に焦点を当てている。このプログラムはフロリダでもよく知られた芸術のマグネットプログラムとなっている。ありがとうございます。